はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。マイク・ジョンソン会議員がアメリカの会議長に選出されました。220票を獲得しました。マイク・ジョンソン氏がどのような方かと言いますと、ニューヨーク・タイムズ氏にこのように言われています。不代で忍団の反対運動の最も重要な立案者である。と。さて、今日は2023年の10月26日です。私が 常に追っかけております、金子和さんというジャーナリストさんのポストを紹介したいと思います。この中で、速報で出てきましたのがですね、FBI 長官と梅田一家のあの犯罪に関して、メリック・ガーランド司法長官とクリストファー・レイ F 機関の長官が、梅田家に対する捜査を打ち切るように指示したということが指摘されたという記事です。 こちらをまずご紹介したいと思います。速報。F 機関は梅田一家の犯罪捜査に関与した40人以上の機密の人的情報源を抱えていました。しかし、チャック・グラスリー上院議員が入手した文書によると、F 機関ワシントン現地事務所は、梅田夫妻に対する召喚状、捜査令状、捜査を停止しました。この暴露は、 フォックスニュースデジタルが入手した火曜夜遅くにアイオワ州共和党グラスリー氏がメリック・ガーランド司法長官とクリストファー・レイ F 機関長官に当てて書いた書簡の中で明らかになりました。複数の信頼できる内部告発者によって長年にわたって私の事務所に提供された情報に基づくと司法省と F 機関内で 梅田一家に関する捜査活動を中止する取り組みが行われているようだ。と、クラスリー氏は弁護士に宛てた書簡の中で述べました。ガーランド司法長官と F 機関長官レイ。このような決定は司法長官や F 機関長官だけでなく、捜査官や検察官の意思決定にも重大な政治的偏見が影響していることを示しています。と、さらに、 我が国はこのような政治的感染症に耐えることはできません。この国に対して空気を浄化する義務があります。と、チャック・グラスリー上院議員は語りました。グラスリー氏は F 機関と司法省が梅田夫妻に対する捜査を打ち切ろうとしたと主張しています。と、金子はさんは伝えてくださっています。他に、今回の中東での戦の件に関しても、 伝えてくださっていますので、そちらもご紹介したいと思います。梅田大統領はイランに対し、中東におけるアメリカ軍への継続的な攻撃に、米軍が対応すると警告しました。アヤトラに対する私の警告は、もし彼らがこれらの軍隊に対して動き続ければ、我々は対抗するだろうということでした。そして彼は準備をしておくべきです。それはイスラエルとは何の関係もありません。 と、梅田大統領は発言しています。また、ヨルダンのラニア女王のインタビュー記事をご紹介しています。ヨルダンのラニア女王は、イスラエルによるハマスとの戦争がアメリカとアラブ指導者の関係を不安定化させる恐れがある中、ガザ地区でのイスラエル軍の砲撃によるパレスチナ民間人の 亡くなり方を避難しなかった西側指導者らを明らかな二重基準だと避難しました。CNN のクリスティアーヌ・アマンプールとの独占インタビューでラニア氏は、ヨルダンを含む中東全域の人々は、現在進行中のこの第三次に対する世界の反応にショックを受け、失望しているばかりですと語りました。ここ数週間、私たちは世界で明らかな二重基準を目にしてきました。 10月7日が起こった時、世界は直ちに、そして明確に、イスラエルとその自衛の権利を支持し、起こった攻撃を非難しました。しかし、ここ数週間で私たちが目にしているのは、世界が沈黙しているということです。と彼女は CNN に語りました。ラニア女王は、これほどの人的苦痛があるにもかかわらず、世界が停戦すら求めていないのは、現代史上初めてです。 と付け加えました。ですから、沈黙は耳をつんざくようなものであり、私たちの地域の多くの人にとって、それは西側諸国の共犯者となっているということです。私たちは、銃を突きつけて家族、家族全員を殺すのは間違っているが、砲撃で殺めるのは問題ないと言われているのでしょうか。つまり、ここには明らかな二重基準があるのです、と彼女は言いました。 これはアラブ世界にとって衝撃的なことです。と、このように CNN の番組で彼女は発言しています。また、このような記事も伝えています。国防総省は2つの空母打撃軍、11隻のバーク級駆逐艦、多数のタイコンデロガ級巡洋艦、京州洋陸艦、サード及び パトリオットミサイル防衛システム、複数の戦闘機、飛行隊、戦略爆撃機、及び飛行開資産を中東に配備しています。国防総省はイランの代理戦争が引き続き地域の米軍を標的にすると予想しており、すでに断固として対応すると述べています。これがアメリカとイランの間の戦に発展する確率はどのくらいでしょうか国防総省曰く、 10月17日から24日までにアメリカと連合軍はイラクで少なくとも10回、シリアで3回、一方通行の攻撃用無人機とロケット弾を組み合わせた攻撃を受けました。私たちはこれらの攻撃を行っているグループが革命防衛隊とイラン政権によって支援されていることを知っています。私たちはイランの代理部隊、そして最終的にはイランから 地域全体で米軍と米軍人に対するより重大なエスカレーションが近いうちに起こる可能性があると見ています。従って、週末の発表により、私たちは軍隊の防衛と断固とした対応の両方の観点から、この事態の激化に備えています。と国防総省は記者会見で述べています。以上、今回はここまでです。いつも ご視聴ありがとうございます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。バイバイ。